ございます。神戸大の塚本と言います。今日皆さんちょっとどういう大学院のマスターの方が多いんですかね。ドクターの方もいらっしゃいます、ね、マスターの方、いや、ドクターの方ちょっと、ね、あ、マスターですか。電気系の方、科学系の方、あ、ありがとうございます。なんか最初にこの授業をやるときにですね、インタラクティブにやりなさいと言われたんで、ちょっとまず最初にこのインタラクションの練習をやるところから始めさせてもらいました。こういうタイプ、あ、なんか画面がちょっとちっちゃいですね。普段私はこのウェアラブル・ユビキタス・コンピューティングといいまして、コンピューターを実世界の中で使うというような研究をしています。で、今日はどういうふうにこれからコンピューターを使っていくのか、 IT 社会はこれからどうなっていくのかというような話を、させていただきたいと思います。まあ、できるだけインタラクティブにと思うんですけど、どうインタラクティブにできるのかっていうのはまたやりながら考えていきたいと思います。先端電子材料というふうになりますけども、先端電子材料はちょっとキーワードがいくつか出てくるかもしれませんが、あんまり詳しい話はこの講義の中の他の部分で多分専門的な話出てくると思いますので、ここではしないということにしたいと思います。あ、これ自己紹介が入ってますね。64年生まれです。皆さんと比べてだいぶ上なのかなと思いますけども、実は私、京大のですね、数理の出身で、あっちの方に吉田の方にキャンパスがあって、そっちの方にずっと6年間ですかね、修士まで行きましたんで、行ってた覚えがあります。で、今回は京大でお話ができるということで、非常に感じのものがあります。で、なんか録画してるとかいう話なんで、あんまり変な話しにくいんですけども、神戸大、あ、そうですか、はい、ちょっと聞いてもらうとこということで、はい、私阪大で教えてて、で、神戸大に今変わったんですけども、阪大と神戸大と京大って昔からですね、随分違うっていうふうに言われて、阪大生は真面目でオタクだと、で、神戸大生は元気で、この非常にアクティブだと、で、京大生っていうのは変人だというふうに言われたんですね。で、今でもその傾向は多分あるんじゃないかなというふうに思うんですけども、それは、まあ、今まで京大の中では学生時代ですね、周りの人たち見て、私、まあ、ちょっと見た目今だいぶ変わってますけども、私の周りに当時いた他の学生の方がよっぽど変わりもんで、もうなんか本当にちょっと具体的な話しにくい部分が多いんですけども、本当にね、なんか普通の生活じゃないような生活してる人たちばっかりでしたね。もういつ起きていつ寝てるんかわからないような、で、一日中もう多分なんていうんですかね、一年中服着替えないんじゃないだろうかと思うような、本当に生物的な生活してる人たちもたくさんいるし、まあ本当にこの一部分の知識がすごいこうとんがっている代わりに、一般的なことはあんまり知らないとかですね、そういう人多かったんです。皆さんちょっと見ただけではどうかわからないですけども、で、阪大行った時に感じた時は、みんな真面目だというのをすごく感じましたね。で、だけどちょっとオタクで、なんていうんですか、また全然違う雰囲気があるなと思ったんですけど、神戸大行ってみると、やっぱりその昔から言われてた通りですね、みんな非常にアクティブで、こう社交的で、いいんですけども、まあ、勉強はそんなにするかどうかっていうのはちょっと分からないですけども、そういう違いをちょっと感じながら、京大生って今どんな感じなのかっていうのは不思議に思ってました。それから、どうも学生さんっていうのが昔と比べたらですね、随分変わってきてて、
あ、そんな話出したらあれですね。いや、いいですよ。なんかのあれなんですよ、こうみんな子供っぽくなってきたというか、昔の 学生さんというのは、先生方の世代の方たちっていうのは、イデオロギーであれですよね、この戦ってたわけですよね。そんな勇ましい学生さん今いるかというと、ちょっとそんなこと、とてもじゃないけども なんていうか、いまだに、まあ、その極端な例だと、なんかちょっと気に入らないことがあると、すぐにこのクレームが来たり、親御さんからこのクレームが来たりとかいうことも多いぐらいなんで、まあ、なんかちょっと違うなと。その代わり素直で、なんていうんですか、何でも受け入れるという感じがしますが、ちょっとそこがね、ちょっとどうなんでしょうかね。京大生と阪大生と神戸大生というような違いがあるのかなとちょっと思います。で、ちょっと何が言いたかったかというと、実は今、ちょうど別の用事と今日バッティングしちゃってですね、神戸市でルミナリエの、記者会見っていうのをうちの研究室で毎年やってるんですね。ルミナリエでステージをやったりとか、募金箱、電飾の募金箱作ったりとかして、そういうのでルミナリエの募金を集めるという活動をしてまして、そういうのの、記者会見というのは今日どうも神戸市にこの時間にですねセッティングされちゃったんで、非常に気になってしょうがないところなんですけども、今回は学生に全部任せて全部対応してきてくれというふうに言ってやってきた。ちょっと気になるところなんで、ですけども、さっきから電話何度もやり取りしてですね、今回の募金箱が、ちゃんと動いてるのかどうか、それから今回の趣旨がちゃんと分かるかどうかとかですね、それから今回研究室で着ぐるみ作ったんですけども、その新聞のトップに出てると思いますけども、研究の一環として着ぐるみを作りました。何かというと、ウェアラブル着ぐるみ支援システムと、わかります？着ぐるみの中にいっぱいこの IT 機器をこう放り込んでですね、非常に高性能な着ぐるみというのを作りました。それは外から見たらそんなにわからないんですけども、中でそのカメラでですね、周りの様子が見えたりとか、カメラが外についてるんですね、後ろとかこの辺とかにね。で、この中にこのヘッドマウントディスプレイが入ってて、周りの様子がよく見えたり、センサーがいろいろついてたりとかいうことで、この高性能な着ぐるみを作ったんで、それを今回ルミナリエで持っていこうとしてるんですけども、このあんまり変な報道されると、あの研究者は何してるんだと、この遊んでるんちゃうかと言われるのの、この微妙なところを攻めてるんで、なかなかね、こういう記者会見っていうので、きっちりと技術的な目的でやってるんだということを伝えないといけないというところがありまして、その辺がちょっと心配しているところです。今日の話も多分その辺ちょっと関連してて、そういうこの着ぐるみで、あるいは募金箱で新しい IT 技術、ICT 技術を使って新しい見せ方をすると、新しい機能を使っていこうという時に、この新しい、電子材料というのがいろんな形で、これまで私も利用してきましたんで、新しい使い方っていうのについてぜひ考えてほしいと思ってます。あ、で、この自己紹介の部分はちょっとあんまりあれですね、詳しくは話しませんでした。概要、これは出した通りです。あ、問い1、今日ですね、紙配って皆さんに答え書いてもらうかなと思っているんですけども、全部で10問あるんで10分に1回問いが出てきます。紙配ります。で、一応ですね、問い1から問い10までありますんで、全部まあ1行ぐらいでいいですから、簡単に答えてください。で、問い、一番上に名前書いてください、名前。で、今配った分は、問い1から問い5まで答えてください。で、問い5まで行ったところで回収してですね、で、その皆さんの答えをちょっとこちらで読み上げるというふうにしますんで、ちょっとそういうインタラクティブっていうのはどうかなと思いましたんで、問
問い1、まず書いてください。一番上に名前を書くと。で、問い1から問い5まで書くんだという前提で、であと、読み上げられると。まあ、あの名前は読まないですけども、内容読み上げられる可能性というのを考えた上で、ここ10年、人々の暮らしで最も変化したと思うことは何ですかということをちょっと書いていただきたいと思います。今、2010年ですけども、2010年前といったら2000年で、20世紀、最後の年が2000年だったわけですね。で、21世紀になったと言って、もう10年、ちょうど今10年ですね、経ったところだと思います。で、この10年、すごく変化したと思うところと、あんまり変わってないなと思うところと、どっちもあると思いますけども、大きく変化したと思うことは何でしょう。もちろん皆さん自身のことでもいいんですけど、どちらかというと全般的なこと、あの桂に移ってきたとかですね、そういうのじゃなくて、むしろまあ日本人全般 の、 あの暮らしの変化というのをちょっと考えてみてほしいと思います。1分ぐらいで書いてください。1行2行で。よろしいですか。ちょっとあんまり時間取るとすでに結構前置きが長かったみたいで押し気味ですので、先に行きたいと思います。これちょっとまあ見た、あの書き終わったという前提で言ってますけども、まあ一般的にですね、あの多いのはインターネットですね。インターネットとモバイルですか。このあたりが多いかなというふうに思いますけど、まあ、もちろんそれ以外の答えもあれば面白いなと思います。でインターネットによって人々の暮らしが大きく変わってきたと。で次々と新しいものが出てきた。まあ、最近はアップルがですね、非常に力が強くなってて、日本企業がどん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 こう弱くなってきたというのがここ数年の現象だと思いますけども、どちらかというとあの、まあ、この授業の主題でもあるあの電子材料ですね、あのデバイスとか部品とかそういうようなレベルではまだまだ順調なようです。まあ、京都の企業はそういう企業多いですけども、割と調子がいいみたいですね。さあ問い2にどんどんいきます。10分に1品と言いましたけども、問い2ちょっと書いてください。10年後の皆さんの暮らしで最も変化すると思うことは何ですか。今のは10年間で一番変化したと思うことは何かという問いでしたけども、次10年、今2010年ですけども、2020年、10年後に皆さん10個年を取っていると思いますけども、あ、また変化したなと、次はこんな変化だったのかと思うことだと思います。それは 何でしょうかというのをちょっと予想して書いてみてください。なんか面白い答えぜひ書いてほしいと思います。実際この10年って、さっきの話ですけども、この10年っていうのは非常に大きく変化があったんじゃないかなと思います。まあ、この人類の歴史を見てもこの10年ほど大きく変化した時代はなかったんじゃないかと思うんですけども、次の10年じゃ あのこの変化っていうのは一応落ち着いて今のこの状態ですね、この暮らし、これがまあ10年後もそう変わらないのかな、あるいはまた大きく変わるのかな、そのあたりをちょっと想像してほしいと思います。1分ぐらい、1行でいいですので、何か面白い一言を書いてください。よろしいですか。で一応ですね、これ正解がありまして、まあ、別に皆さんの答えも、間違ってるかどうかっていうのはちょっとわからないですけども、そうか、これ予想会っていうのがあるんです。予想会っていうのはこういうのでして、一つがロボットが入り込んでくる、賢いコンピューターが現れる、バイオ技術が使われるようになる、こういうのもしかしたら関係してる人もいるかもしれませんけども、一応ですね、私の意見ですが、これの答えは全部ペケで、どれも10年ではちょっと難しいんじゃないかと思うわけです。で逆にですね、携帯電話でもっといろんなことができるようになる、
こんなこと書く人もいるかもしれないですけども、実はこれもペケで、こんなあの携帯電話でいろんなことできるっていうのはすぐに何でもできるし、こんな難しい話じゃない、10年のスパンではない話です。でもし、あ、もう一つですね、一日中カプセルにこもってネットで活動すると、これ10年のスパンでどうかなと思うかもしれないですけども、実は割と10年のスパンでこれに近いのっていうのはあり得ると思います。ただこれはあの丸じゃなくてですね、ペケで、これは人類の力で断固阻止すべきなんじゃないかというふうなとあに思います。これは技術的には多分こっちの方向ぐんと進めば可能だと思うんですけども、あの人間としてのこの生き方、人間として守るべきものっていうのをこう損なってるんじゃないかと思うわけです。これから10年ですね、今の答えですけども、基本的にはコンピューターがもっとちっちゃくなる。でこれちょっと図見にくいかもしれませんが、あとで資料配りますけども、あの問いがちょっといくつか進んだところであの配りたいと思います。50年前に部屋いっぱいを占めるコンピューター、大型計算機というのがあったんですけども、それが机の上に乗っかるようになって、ノート PC になって携帯電話になって、で次の10年どうなるかというと、豆粒大、ごま粒大、こんなちっちゃいコンピューターになるというんですね。でこれ何か特殊な用途に使うんだろうと思うかもしれないですけども、そうじゃなくて、コンピューターのメインストリームがですねこっちに来るというのが答えです。で携帯電話とかですね、これも全部そうですけども、コンピューターの性能自体は割とそう変わらなくて、むしろ上がってきてるんじゃないかと思います。で携帯電話で昔の大型計算機以上の計算ができるというのが現状で、今これからですね、豆粒大、ごま粒大のコンピューターで携帯電話並みの、あるいは携帯電話以上の機能を持ったこんなちっちゃいコンピューターが使われて、でしかもこれが特殊用途じゃなくて、人々が一番身近によく使うコンピューターになってくるだろうというのが大きな予想です。で、実際豆粒大、ごま粒大のコンピューターがいっぱい ありまして、このミューチップとかいうやつですね、このゴマみたいなやつがコンピューターだというのを皆さんよく知っていると思います。あ、でこの辺はちょっとうちの研究で作ったようなちっちゃいマイコン搭載したようなコンピューターですね。で、問い3ですけども、あ、そうか、何が言いたかったのか、ちょっと重要なスライドがいくつか抜けてたような気がしますが、実はこのこれは一番上は10年というスパンではなかなかいろいろと難しい部分がある。でこれはすぐにできそうだと、これはちょっと阻止すべき方向なんだと、むしろこのコンピューターがどんどんちっちゃくなっていくっていう方向で、それを暮らしの中で使うというのが、重要な方向 でしかもこれはなんか困難をこのたくさん使うっていうのはもっと先かと思うかもしれないですけども、こう10年のスパンで非常に我々の暮らしに大きなインパクトを与えるものではないかと思うわけです、ということが言いたかったんです。で実際ですね、ごま粒大、豆粒大のコンピューターどのように使われると思いますか。これはまあちょっと答えにくいかもしれないですね。こういうようなところ、まあ、研究でもよくやられてますし、皆さんの研究分野でこの辺がまさにターゲットに立ってるっていう人がいるかもしれないですけども、むしろその皆さんの専門分野あんまりこだわらずに、今の図をベースにですね、この図ですかね、昔大型計算機、軍事科学技術計算ですか、デスクトップコンピューター、あの会社で企業の計算に使った、ノート PC、 これは個人でメールとかウェブとかを使った、で携帯電話、これはもっと個人にでですね、あのちっちゃい子供から、高齢者の方まで、日頃の欠かせないアイテムとして、使うようになった、コミュニケーションだとか、あるいは最近はツイッターとかですね、それから買い物に使ったり、いろんな用途に暮らしの中で使われた。じゃあ次の豆粒大、ごま粒大のコンピューター、一体例えばどんなことに使ったら面白いか、典型的ななんか面白い使い方みたいなものをちょっと想像して、書いてみてください。1行2行で結構です。
この辺りでちょっと配っていただきましょう。この問いさんのですね、答えに関わるような内容がだいぶ書いてあるんで、先に資料を配ると皆さんの答えが引っ張られるかなと思って配らなかったんですが、よろしいですか、問いさんは。では問い読んだら次に行きますけども、さっきも言いましたけども、一応、自由な発想をしていただくのがいいと思うんですけども、私の方で用意している答えというのがあります。ごま粒大、豆粒大のコンピューター何に使うか、明らかな答えっていうのがこれなんですけども、人とか物とか場所とかにこういうちっちゃいコンピューターがくっついて、で実世界の中でコンピューターが使われるというのが答えです。実世界で使われると。でこれがなんかこのまあ、遠い将来の話かなというふうに思うかもしれないですけども、そうじゃなくて今の携帯電話と同じように、10年後には暮らしの中でですね、非常に身近なところで使われるようになるだろうと、知らないうちにたくさん使っているというのが、答えとなります。具体的に言いますと、人とか物とか場所とかですね、そういうものにこういうちっちゃいコンピューターがつくと、豆粒大、ごま粒大のコンピューターがたくさんくっつく、服とか眼鏡とか指輪、靴、ネクタイ、それから物としては箸とか茶碗とか鉛筆、洗濯バサミ、財布、鍵、場所としてはベッド、部屋、廊下、道路、机、椅子、こういうものにコンピューターが、ちっちゃいコンピューターがいっぱいついていると。それぞれは、まあ、今の携帯電話そのほぼそのままの機能がついてて、ディスプレイとかがないというようなものだと思ってもらったらいいんじゃないかと思います。で携帯電話がですね、こんなところにいっぱい散りばめられてたら一体何するんだと、なんか悪いことに使うんじゃないかと思うかもしれないですけども、そうじゃなくて、なんか便利なこと、なんかいいことに使っていこうという話です。こっそりあれですね、こっそり仕掛けてたら悪いことに使われるかもしれないですね。そういうのも社会としてそういう使い方がされないようにしていくということも必要だと思います。で、人にくっつくコンピューターがウェアラブル、物とか場所にくっつくコンピューターが指揮たすという言葉の使い方をします。まあ、その指揮たすという言葉最近非常に広く使われているようになってきたんで、状況によっては若干ニュアンスが違うかもしれません。あるいはウェアラブルも含めて指揮たすという言い方をする場合もありますんで、ちょっと言葉の使い方は実際にはいろいろなんですけども、ここではこういう人にくっつく方をウェアラブル、物とか場所にくっつく方を指揮たすという言い方をしたいと思います。でまず最初のテーマであるところのウェアラブルですけども、これがウェアラブルということで、着ることができるコンピューター、服のように身にまとうコンピューターということです。で典型的な、これ私の10年前 の格好なんで、あんまり今と変わってないですね。ちょっとお腹が出てきたとかそんなしかかもしれないですけども、まあ、典型的なスタイルこれだというふうに言われてますけども、実はこれはあれですね、今のパソコンとか今のこのそんなに売れてないアイドワンディスプレイを、まあ、無理やり使って実世界の中で使おうとしているもので、実際広まるときはもっとこう使いやすくてスタイリッシュで、別の形になるんじゃないかと思います。ただ機能としては、まあ、一つの典型であると。コンピューターを身につけてて画面がここにあってそれを使っているという形だと思います。まあ、商品もたくさん出てます。ヘッドマウントディスプレイですね。でパソコンの方は、これは市販のパソコンを使ってます。私も今これバイオピーなんですね。ディスプレイ外したバイオピーです。最近ちょっとトラブルがありまして、ダブルのキートップを落としました。これもキートップってものすごくよく落としまして、何かに引っかかるたびに結構落とすんですね。だからただこのダブルキー自体は生きてて、ちょっと打ちにくいというところ自体を除いて、打ちにくいということ以外は普通に使えるという状況です。まあ、その電子材料とかいうんだったら、このキートップのですね、キーボードの素材とかそんなのもぜひ考えてほしいところですが、
まあ、こういうニーズがあるなんていうことは皆さんもしかしたら夢にも思わないかもしれないですけど、実際こういう生活していると非常にいろんなところで思うところがあります。で、特に一つ目立っているのはヘッドマウントディスプレイなんですけども、まあ、こんなちょっと自分の写真ばかり使ってあれですけども、常時画面見られると、他の人に画面見られない、場所を取らないと、パソコンを置く場所を取らないというのが一つのメリットなんですけども、ただまあそれに比べてですね、ちょっと非常に使いにくい、実際には使いにくいです。まあ、もうちょっとこのいろんな操作方法ですね、コンピューターの操作の方法っていうのが進化しないと実際に街の中で使いやすいものにはなりにくいと思います。で、ここでちょっと言いたかったのが、そのこの授業であるところの、先端電子材料というところに関係するようなキーワードをいくつか挙げてみました。で、ヘッドマウントディスプレイはいろんなこの種類があるんですけども、中でどういうものが使われているかというと、一番今メインはエルコスディスプレイというのが使われています。エルコスディスプレイというのは液晶の一種なんですけども、普通の液晶と違ってですね、その基板の上に液晶が載せられていると、なんか下で配線ができるというふうな形になっているわけですね。半導体の、上に液晶が乗っかってて、で表面から光を当てて表面に跳ね返して光を見せるというタイプ の反射型 の液晶なんですけども、でそういう意味でその開口部が広くて配線がですね、全部、材料の下側、液晶の下側に回すことができるんで、配線が取るところのこの、塞ぐ部分っていうのがなくなるんで、非常に広い明るく見えるというのがポイントにあります。ですからこういうヘッドマウントディスプレイの今、あれでもそうですね、プロジェクターなんかでも液晶のものはエルコスっていうのがよく使われてますね。で、そういう、あるいは有機 EL、 これも皆さんよくご存知だと思いますけども、液晶と比べて非常に明るいという特性がありますので、有機 EL のディスプレイが今まだあんまり使う商品ではないですけども、いいものが出てくれば有機 EL のディスプレイを使ったヘッドマウントディスプレイというのも出てくると思います。それからマイクロミラーアレイ、これはあれでよく使われてますね、プロジェクターでレーザーを、使ってミラーをですね、こうコントロールして MEMS の、チップでミラーを角度を調整して、でこちら側に反射すると、レーザーの光を反射させるというパターンが多いですけども、ミラーアレを使ってその場合は網膜に投影するというようなものです。レーザーとマイクロミラーアレで網膜に投影するというようなタイプのヘッドマウントディスプレイがあります。で、実はこの辺ですね、マイクロプロジェクター、ピコプロジェクターということもありますけれども、小型のプロジェクターとほぼ原理は一緒で、ちっちゃなプロジェクターを壁に投影するというのは一つの今市場であると思うんですけども、その代わりに目に投影するというのがヘッドマウントディスプレイになります。で、ものによってはホログラムを使うようなものもありまして、ホログラムでこの反射させるわけですね。それでこのどっかでディスプレイを置いといて、ホログラムで反射させて目で見えるようにするというようなものがあったり、あるいは、アレを使うような、ミラーアレを使うような場合でも、小型のレーザー、アレじゃなくてもいいですね、ミラーのメムスみたいなものを使って小型のレーザーと組み合わせてというパターンがあります。ちょっと資料をもっとちゃんと用意していきたかったんですけども、ここさっとキーワードだけ話そうと思ったんですけども、透過型のディスプレイっていうのがあって、何かの宣伝でですね、透過型、液晶とかのディスプレイでこんなパネルでですね、向こうが透けて見えるというようなのが最近出てますね。で、透過型のディスプレイの応用先は何だといった時に、誰か担当する人が考えたのかと思いますけども、ヘッドマウントディスプレイだと思った人がいるみたいです。で、こんな風に目の前に透過型のディスプレイがあって、向こうが透けて見えるんだけども、何か表示したかったらここに表示したらいいんだというふうに思ったのかもしれませんけども、その場合ちょっとここの真正面で表示されてもですね、目で見えないですね、こんな近くにあると。何か光学メカニズムが間に入らないという、光学っていうのは光ですね、レンズとかミラーとか入らないと、こんなに近くで表示されても見えないんで、
透過型のディスプレイ自体はちょっとすぐに HMD に有効かどうかというのは疑問な部分があります。ちょっと説明分かりにくい部分があったかもしれないですけども、こういうふうにヘッドマウントディスプレイというのは今まだあんまり使われてないですけども、この表示部分情報を表示するという意味で今までの携帯電話とかのパソ携帯電話やパソコンとちょっと全く異なる要求事項があるということで、ただ類似点もあるのでこれまでの、こういうデバイスっていうのをうまく組み合わせてですね、新しいメカニズムで、この目の前に見えるディスプレイというのが構成されていく必要があります。この市場が立ち上がったとしたら、で街の中でみんながこれをヘッドマウントディスプレイ使うようになったら非常に大きな市場になりえますんで、そうするとこの辺の材料ですね、デバイス材料というのが非常に急にですね立ち上がる可能性があります。でこのヘッドマウントディスプレイ一体何に使うのかというと大きく3つありまして、軍事用、業務用、民生用。軍事用はこれ実は30年以上前から軍隊で使われてます。米軍で使われてます。日本でも軍じゃないですけども自衛隊で使われてます。それから業務用、これは仕事を働く人が現場でコンピューター使うと、この画面を見て情報を得るというものです。民生用っていうのは皆さん普通の人たちが暮らしの中でこういうのを使うという大きく3つあるわけですね。で、本命と言われているのが業務用で、これここにありますような今までデスクでコンピューターを操作しているという人以外の、ほとんどあらゆる人がですね、現場で働くあらゆる人がコンピューターを使えるようになるというのが、ウェアラブル、ヘッドマウントディスプレイをベースとするウェアラブルコンピューターです。何に使うかというのは結構、よく言われてまして、10年以上前からいろんな企業がトライアルをしているんですけども、今の時点では大規模な産業に至っていないというのが現状です。なかなか流行らない。もう一つの本命がまさかのって書いてますけども民生用でして、何に使うのかというと、私自身はパソコンをここに持ってますからもう10年になるんですけどね、10年こんな格好してコンピューター使ってますが、従来型のソフトウェアを使ってます。ただ、何かと使いにくい部分が多いんで、むしろそうじゃなくてデジカメとか携帯とかですね、こういうのが装着型になったらいいんじゃないか。これあれです、携帯、ウェアラブル携帯のイメージです。インカムに見えるかもしれないですけども、実はここに画面が見えてて誰から着信したかとかですね、そういう情報が見えている。これが、デジカメのイメージです。でここにカメラがあってこっちにファインダーがあるんですね。でこういう格好をすることでハンズフリーでなんかボタンがあってここを押すとシャッターとかですね、そういうのになってるんだと思いますけども、シャッターを押すときはハンズフリーじゃないですけども、ビデオの映像とかができると。スポーツをしながら、スキーをしながら、カメラ撮り、写真撮りたい、ビデオ撮りたいという時にはこういうのが向いてます。それからここがこれ3つのイメージですけど、これが、オーディオプレイヤーかな、ビデオプレイヤーかな、ここに、上を見たら画面が見える、あるいは使う時だけこう下ろすという形になるかもしれません。あるいは方角とかですね、時計とかだけが見えているようなサングラスというのも考えられるかもしれません。将来的にはですね、街角情報ビューアーっていうのが考えられてまして、今 AR っていうのが流行ってますけども、実世界をこうやってこういうサングラスで見ると、この電子情報が重ねて見えて、で街角に関するいろんな情報がですね、この重ね合わせて見れるっていうのが街角情報 AR の世界です。こういうのが、数年後には流行るんじゃないかということがずっと言われてます。あ、これ予言位置って書いてますけども、あちこちで言ってなかなか当たらないやつですが、1年後には今度こそ梅田を歩く若者の 90% を HMD を装着してる、みんな装着してる。ちょっとねこれ10年間言い続けてるんですけどもなかなか当たらないんで、ちょっと今回は勝田にしようかな。勝田ね、ちょっと皆さんの協力があれば実現できるっていうのはどうですかね。勝田の駅前人少ないんで実現できそうな気がします。これはもともとですね言いたかったのは、割と技術的にはそんなに難しいところなくて、インフラですね、情報のインフラとかなんかちょっといろんな部分でハードルが今でもあるんですが、
ブレイクすれば急だ、来るんだったら急だということがずっと言いたかった。もう一つ、3年後街角情報投稿配信が流行る。これ3年もかからないかもしれないですけど、街角の中でもっと情報投稿して街角の中で情報配信される。今携帯電話で、たくさん情報が見れるようになってきてますけども、これがウェアラブルで見れるようになるだろうということが考えられます。ちょっと細かい話省略します。問4、 HMD についてどう思うか。ちょっと私はですね、この HMD っていうのがこれつけ始めたのがさっきの写真がありましたけども、実は約10年前です。9年、10年弱前です。で、当時はこういう商品が出てきたので、すぐに流行るだろうと、少なくとも研究者仲間はみんなつけるようになるだろうと思ったんでつけ始めたんですけども、意外なことにもう10年経っちゃいましたね。誰もつけないの、まあ、本当にちょっとびっくりするもん。もっと前に例えばこの携帯端末とかですね、今だと iPod とかなんかいろんな新しいアイテムって出てきますけども、まあ割と変わった面白いものっていうのはわっと広まっていきますね。失敗もありますけども、まあ、少なくともこれはその当時出たその商品自体が失敗したとしても、別の商品が出てきて3年か5年もすればみんなつけるようになるだろうなと思ってたんですけども、なかなかうまくいかない、まあ、その辺ちょっと非常にいつかこの日本からですね、これが立ち上がってみんながつけるようになればいいなと思ってるんですけども、実は研究者の間でもこれは10年後でもみんなはつけてないよと、あるいは私は別にこれじゃなくてですね、もっと違うスタイルのもの、メガネとほとんど特別がつかないようなスタイルのものでも技術的には可能なんだよってことを言ってるんですが、まあ、そっちだったら可能性はあるかなという研究者はいますね。ただ100% は無理だろうと、若い人がでも 100% は無理だろうということはよく言われます。ただ携帯電話の時も一緒で、95年ぐらいですかね、これ携帯端末っていうのが出てきて、将来は若者がもう 100% 持つようになると、街の中で歩きながら使うようになるというようなことを言ってたんです。15年か20年ぐらい前にそれ実際実現しましたからね。でその言ってた頃はそれはもう 100% ありえないだろうと言われてたんですけども、 100% になりました。まあ厳密に言うと違うかもしれません。ヘッドマウントディスプレイ、皆さんどう思いますかということを聞いてください。さあちょっと時間もあんまり ないですが、HMD だけはウェアラブルではないということで、まず、ディスプレイ服ですね。ディスプレイ服、これ服にディスプレイが入ってるっていうやつで、これ私昔 NPO、 まあ今も NPO やってるんですけども、 NPO の活動で、この若い、女性にですねこういうの着てもらってキャンペーンみたいなことをしたということがあります。これもまあすぐに流行るぞと、これ5年ぐらい前のもっと前かな、7年ぐらい前の写真なんですけども、こういうのはもうすぐに流行って、モーターショーとかでもうみんなこんなのつけるようになるぞと思ってたんですけど、意外と流行らないですね。ちょっと不思議に思うんですけども、まあこれはそんな不思議な話じゃなくて、ここでいろんな情報が出せるんで、その広告宣伝の効果っていうのは非常にあるはずだと思うわけです。で、まあ、こういうのを作るために必要な技術っていうのはフレキシブルなディスプレイがあれば非常にいいねと言われてました。それから有機EL のディスプレイなんていうのは非常に見やすくていいんじゃないかなと言われてました。それから裸眼立体視なんていうのがまた面白いんじゃないかなと思うわけですね。今まあ裸眼立体視のディスプレイってたくさん出てますから、またもしかしたら裸眼立体視 のディスプレイ使って、こんな服作ってですね、キャンギャルに来てもらって、となんか面白いコンテンツ出してということをやろうかなと思っているところです。電飾ファッション、これも10年ぐらい前からずっと研究室でやってまして、さっきもちょっと言いましたけども、ファッションじゃないですが電飾使った募金箱いうのを作ってですね、これがまあ非常に評判良くて、評判いいっていうのは募金効果が高いっていうんですか、他の電飾がついてない募金箱と比べた時に圧倒的に電飾がついた募金箱の方が募金の量がルミナリエですね多いと
という評価実験をしたことがあります。特にセンサーつけててですね、募金するとわっと光るとかですね、そんなのやってるとみんな喜んで、たくさん募金してくれるというようなことがあります。まあ、ファッションでもですね、ファッションアイテムとしてこういう電飾を使ったファッションっていうのが、これももう、何年か後にはもう普通のものとなって、街の中でみんな電飾つけたファッションをワンポイントとかたくさん使ったりしてるんじゃないかと思ったんですけど、これもまあ普通のものにはなってないですね、今の時点で。たまにパーティーとかでこういうのつけてる人がいるかもしれないですけど、でも意外とこの急なブレイクっていうのは実現していないと思います。ビデオもあるんですけど、時間の都合で省略します。うちの研究室に、そこに新聞配ったんですけども、ダンサーがいまして、ダンスのサークルでずっとダンスしてて、ダンスやりたいんだという学生がいるんですけど、表面ですね、表面の下半分にいます。その茶色い方の表面です。で、彼が今ドクターに進んだんですけども、電飾いっぱいつけたLED 服を作って、でそれでこの光の、コーディネートっていうんですか、電飾パターン作って、でアルスエレクトロニカっていうこの世界でも非常に有名な、メディアアートの、展示会なんですけども、そこで発表しています。まあ、彼はその電飾を、まあ、電飾以外もやってるんですけども、ダンスというキーワードで新しい材料を使っていて、導電線繊維とかもですね、関係はしてるんですけども、この辺ちょっと実際こういう服とか作ってるとですね、いかに配線が切れにくくて、でしかも着心地がいいようなこういう電飾服っていうのを作るかっていうのが重要になってくるんですが、実際そんな電飾服ずっと着てるっていう人が少ないんで、その辺も今の時点ではなかなかニーズはないところかもしれません。広まり出すとニーズが出てくるのじゃないかと思います。もう一つですね、これは空調服、冷暖房服、これも意外とですね、なかなか立ち上がらないですね。日本がもっと元気だったら、20年ぐらい前日本元気でいろいろ新しい商品出てきてたんですけども、今ちょっとやっぱ新しい変な商品で出てこないですね。そういうのが影響してるのかなと思うんですけども、空調服、冷暖房服、こういうのは商品としてあります。工場用の服ですね、ファンがついた服で、すごい暑い工場の中でもそこそこ涼しいというものですね。でこういう試作機もありまして、これではペルチェっていうのが使われてて、ペルチェっていうのはあれですね、金属2枚貼り合わせたに電流流したら熱も片っぽから片っぽに移って、片っぽが冷たくて片っぽが熱くなるというようなものです。もしかしたらこの講義の中でもどなたか話される方いらっしゃいますか。ルチェソシとこれ関係ないですか。これで、ね、これを使えば冷暖房っていうのが作れて、これでですね、電流流したら暖かくなってくる、あるいは反対向きに電流流したら冷たくなってくるというようなものが作れるわけです。服を着てるとすごく涼しいというようなものがこれからは出てくるだろうと思うわけですね。実際部屋全体を冷房をかけるよりかは、この服の中だけ涼しくするという方が、夏場はエコなんじゃないかと思うわけです。でも多分どっかで急にブレイクして、どっかで急にもうみんなこっちに移行していくんじゃないかなというふうに思います。これはですね、ナイキプラスアイポッド、靴の中にセンサーが入ってて、これちょっとだいぶ3年ぐらい前ですかね、出たのは。この iPod で音楽を聴きながらジョギング管理するというようなものです。でこういうのもウェアラブルで装着したコンピューター機器っていうのを使ってジョギング管理をするというようなものです。でこの延長上にですね、センサーウェアというものがあります。服の中にいろんなセンサーが入っているというものです。で健康機器メーカーはいろんな商品を作ってて、血圧計、心拍計、歩数計、体温計というのを使って、普段の、人々の健康を管理するというものですね。この辺は、
MEMS の技術なんかを使って触覚ディスプレイ、脳波センサー、視覚センサー、こういうものを使ってこういういろいろな機能を持った服っていうのを作ることができるというようなことで、実際何に使っていくのかっていうのはなかなか想像力が必要な部分がありますが、まあ、健康管理っていうのが一つの応用ですかね。なんか何を考えてるかとかどこを見てるかとかいうようなことも検出して、それを使って情報システムを作っていくっていうのも一つの今の方向性ではあります。役に立つものを作るの結構難しい。ウェアラブルカメラ、カメラを実際に装着したらどうなるか、この辺にカメラつけてるんですね。まあ実際には現場での情報取得に有望ということで、業務用ではですね非常にニーズがあるみたいです。で個人で使おうと思った時には非常に問題があるというふうに言われていて、それを一体どういうふうに今後、ビジネスにしていくかっていうことを考えている人は多いですね。カメラ、装着型のカメラ、あ、業務用と民生用、ちょっとまとめて書いてますけど、視力増強なんていうのは結構ねニーズありそうな気がします。ちょっと書いてますが、ちょっとまあ見てみてください。ウェアラブルカメラ、重大な問題があると、まあ、書いてますが、まあ、想像できる範囲かもしれません。カメラが向かない場所がある、カメラの常時着用は実質的に不可能である、いや、ちゃんと使うという方法もあるんじゃないかといろんな議論を書いてますが、ちょっと時間もだいぶ経ってますので省略します。ウェアラブルによるグリーン IT、 さっきも言いましたように HMD やその他のウェアラブルっていうのは実は省エネなんだというようなことが言うように、これもなんか時代にうまく乗ってですね、ウェアラブルっていうのが広がっていけばいいなということを思っています。問い5、前半の最後ですが、ちょっともうあれですね、だいぶ時間経ってますが、 HMD 以外のウェアラブルについてどう思うか、ちょっといっぱいいろいろ言いましたけども、思い出しながらちょっと何か思うことをコメントしてみてください。ディスプレイ服、電飾服、センサーウェア、ウェアラブルカメラ、そういうものですね。インタラクティブな授業ということなんで、ここでちょっと一旦回収させてもらって、いくつか書いてもらった内容を読み上げさせてもらいたいと思います。いいですか、あと1分ぐらいでちょっと浮いて、すいません、後ろから集めてもらえますかね、はい、前に回して、代わりにちょっと問い6以降の部分を今回します。問い6以降の部に関しても最初にまず名前書いておいてください。最初1がですね、ここ10年一番変わったと思うこと何かというといいですけども、携帯電話が個人のアイデンティティを使用するものになった。 IT 特に電話の小型化、高性能化、電話を皆が持つことが当たり前なのか、髪型ファッション、携帯電話、インターネット、携帯電話が普及したこと、持っていることが当たり前だった。グリーンエネルギーって書いてある。インターネットを使うこと。まあ、割と予想した範囲の答えだったように思います。問い2が、これから10年何が大きく変化するか。エンジン、ディーゼル自動車から電気自動車を使う家庭が増える。電気自動車を使う。電気自動車ね。まあ、今来てますね、ブームが。直感、欲しい情報がいつでもどこでも手に入れられる。
キーボードがなくなる、バーチャル、エネルギーが石油から電気とかに変わる、電気自動車、カーズテクノロジー、かあなんか割と皆さんの答え似てますね。このエネルギーとか車関係が多いの、車の電気化って書いてますね。自動車運転のセミオート、フルオート、エネルギー、化石燃料から電気、スマートフォンがパソコンのように使われる、省エネルギー技術、交通がもっと便利になると思います。食料を手に入れるのが難しくなる、電源のワイヤレス化、ペーパーレス、情報と保存形態の変化、自動車、住居などの IT によるスマートシティ。なんかあれですね、あの車っていう答えとあのエネルギーという答えがやけに多いですね。ちょっと今回来てる人、偏りがもしかしたらあるんですかね。ね、今までの講義内容が割と、ああ、そうですか。はい、なるほど。はい、ゴマ粒台、豆粒台のコンピューターはどのように使われるか、多機能情報端末として皆が持ち運ぶ、体内で動く装置、体内というのは面白いですね。あの十分あると思います。ちょっとすみません、字が読みにくいな。人に埋め込んだりできる医療、あこれもなんかちょっと変わってるかな。医療が多いですね。アクセサリー、体内埋め込む、医療、なんか割と皆さん傾向似てますね。体の中に入れると医療ロボット、あ面白いです。そこまで小さくする必要がある気がしない、小型ロボットに使われるということですね。で4番がこれは何だったかというと、 HMD についてどう思うか。ドラゴンボールのスカウターを想像した、まあ、スカウターですね。スカウターとほぼ一緒ですけども、面白いが邪魔、うん、邪魔ですよね。これ結構邪魔です。もっと小さくないと流行しないと思う。そうですね、それから見た目がいまいち、携帯で十分、視認性に乏しそう、お結構ネガティブですね。流行るには機能だけでなくデザインも良いものでないといけない、使いにくいと思いますと。何に使ったらいいかが分かりません。正直10年後には流行ってないと思う。おおすごいな、みんなネガティブですね。もっと進化した HMD は携帯に勝てると思う。可能性、潜在力は高いと思う。ただ情報コンテンツの準備が広がるためには必要そう。ちょっと意外と皆さんネガティブでびっくりしました。まあ、あの、そういう、あれですね、どこをどうすべきかということを考えることは重要だと思います。それから HMD の上以外のウェアラブルについてどう思うか。より小さくデザイン性が高いものが欲しい。電飾服やディスプレイ服が面白いし、流行しそう。コストと法律、プロデュースの問題。というところですかね。ウェアラブルカメラは警察の捜査などで有効そうだが、ウェアラブルというアイデア自体、実生活で有効そうでないと思う。センサーウェアが健康に良いと思う。冷暖房のできる服はエネルギー効率を本当に改善できるような価値はあるはず。というところですかね。ちょっと全部紹介できませんでしたが、皆さんの意見が意外とネガティブだったんで、ちょっと。あの頑張って残り30分ぐらいですけども話をしていきたいと思います。まあさらにということで、あここはちょっと短くいきましょうか、もっとぶっ飛んでという話なんで、ちょっと力説する元気がなくなってきてますけども、豊かで楽しいということで、もっと楽しくしていかないとこういうのは広まらないんだという話ですね。あの、うまい切り出し方が必要だ、まあ、すみません、ここちょっと数枚省略していきます。あ、これもちょっとやめた方がいいかな。まあ、ちょっと見るだけ見といてください。まあ、あの普段の生活の中でのカジュアルなウェアラブルの使い方というイメージです。さあ、ちょっと飛ばしまして、5年後には実世界型ゲーム機が登場すると、ウェアラブルタイプでスポーツや遊びを演出してくれる、こんな感じですね。
Wii とか DS とか PSP とか今のあの最近出ましたね、Kinect とか、あれなんて言うんでしたっけ、あのソニーのこんななんか変なボールみたいなやつを持つやつですね。実世界の中でなんか割と実世界に半歩で出ているっていう感じですよ。で、家庭の中でこう体を動かすというような方向に来てると思うんですけども、それは装着型になって実際にアウトドアで実際にスポーツをしながら何か情報提示を使う、スポーツのルールを拡張するのにコンピューターを使うというような使い方があると思います。でこれをつけて子どもたちは外で元気に鬼ごっこをすると、10年後はね家であの不健康にゲームするんじゃなくて元気に鬼ごっこする、高齢者は外で元気に出会い系の散歩ゲームで恋愛ブームになると、あげませんか。ちょっともうこの辺もう十分あると私は思って、こう自信を持ってこう言ってるんですけども、なんとなくそうですね、厳しい目を感じますね。これについてどう思うか。まあ私が強く主張したいのは、ウェアブルゲーム機、これは数年できっと流行るだろうと。で今まで非常に不健康なゲームをしてた子どもたちが、外で元気に遊ぶようになる。高齢者がこういうのをつけて、まあ、散歩するようになる。出会いとか恋愛とかそういうのがあればより豊かで楽しい暮らしがやってくるんじゃないだろうかという予言ですが、ちょっとだいぶ覚悟はしてますが何かコメントを。さあちょっと時間もそんなにないんで定時間にお願いします。よろしいですか。で実際この今のような話をうちの大学でも学生に話したらこんな返事が返ってきてます。ウェアブルの今後の展開について、 HMD をみんながつけるという可能性は十分ある、ウェアブルは目立たないものが良いと、ウェアブルの製品はコストにかかる、ウェアブルは何かきっかけがないとなかなか流行らない、コンタクトレンズがウェアブルデバイスになるかも、こういうのも研究ではありますね。街角 RPG について、子供の鬼ごっこ、老人の恋愛、街角 RPG は高齢者ではなく営業のサラリーマンの間で流行るのでは、街角ウェアラブル RPG は流行る、10年だと小学生くらいまでしか広がらない、ぐらいまでしかっていうのはちょっとどういうニュアンスなのかはよくわからないですね。屋外型ゲームはすぐにどこかが出しそう、鬼ごっこブーム到来はあり得る、健康のための、実空間ゲームは実用性あり、RPG が外でやるゲームになるというのはとても面白いと思った。老人の恋愛はどうかと思う。街中で恋愛ブームはありえない。高齢者恋愛ブームは来ない。街角 RPG は無理というネガティブな意見もあるわけです。まあこの辺はちょっとまあいろんな意見はあるかもしれませんけども、ちょっとまあなるべくですね、こういう新しい暮らしをデザインする。新しい暮らしを作っていくっていうのは、柔軟な発想で、考えていく必要はあるんじゃないかなと思うわけです。さてもう一つの話、ちょっとあんまり時間もなくなりましたが、ユビキタスという話をざっとしていきたいと思います。IC タグ、これもあんまり説明する必要ないかもしれないですけども、今非常に流行りつつあります。でこれがすごいことになっているということで、今まあ黎明期からもうすでに普及期に来てるんじゃないかということです。で我々の持ってる商品っていうのは IC タグがついているものいくつかありますんで、例えばですね、服にですね、服のタグの部分に IC タグがついてて、商店でこの店でブティックで売られるときに商品の管理するのに実際に使われているという話ですね。で実際売るときにはこう外すというパターンが多いみたいですけども、場合によっては外さずにそのまま売られることもあるみたいです。でそういう場合もし気づかずにつけてたら、なんかどこでいくらで買った商品かとかいうのが他の人から分かってしまうというようなこともあるかもしれません。で今は実際そういう情報が IC タグの情報管理に関しては注意するようにというようなことはよく言われて、まあ、情報スリみたいな話も将来出てくるかもしれません。で IC タグと携帯組み合わせると非常に面白いサービスがいっぱい出てきまして、カードをかざすと携帯のメールが飛んでくるっていうのがありますね。ピタパグーパスって、グーパスの部分がそうなんですかね。ピ
北パン王で、改札くぐると携帯電話にメールが飛んでくると、でその駅の周辺でこんなあのショップがオープンしたよみたいな話とか、あるいはその駅の中で、梅田行きの快速が10分遅れだよみたいなですね、そんな情報が飛んでくるというのが入ってます。で、まあ、カードと、携帯電話を組み合わせたやつっていうのはもっといろんなところで使えて、カードを使うたびにいろんな有用な情報が飛んできたら、まあ、面白いだろうなと思うわけです。まあ、IC タグですが、3年後全ての携帯電話に IC タグリーダーがつくと。今 IC タグがついててあのお財布携帯っていうのを使われてますけども、リーダーがつけばこれでですね、街の中のいろんな情報が読めるようになると。でこれはカバンの中のチェックをこうしてるんですね。給食袋忘れてるよとかいう話になると、まあ、3年っていうスパンちょっとどうかわかんないですし、まあ、実際タグリーダー付きの携帯電話っていうのはあるみたいですね。タグリーダーじゃなくてもそのあれ何て言うんでしたっけ、バーコードとかそのマトリックスのコードとかをカメラで読み取るという機能は携帯電話では標準になってきましたので、携帯電話でいろんなものの情報を読み取るっていうのは非常にポピュラーになりつつあると思います。まあ、リーダーがつくと便利かと、便利だろうけども、実際そんだけそのものにですね、IC タグがつくかどうかというところがIC タグの面白い活用法を考えよう。まあ、これはちょっと非常に研究と関連している人いるかもしれませんし、実際まあ世の中でたくさんすでにあるのかもしれませんけど、IC タグの面白い活用法とちょっと何か書いてみてください。まあこれは実際商売しようとしているとかいう秘密の話は書かないでもらった方がいいんですけども、まあ、問題ない。はい、でこんなものに IC タグを埋めたらこんな面白い使い方があるよ。で実際ですね、こんな話もいろんな企業でいろんな人が考えてもう考え尽くしたというところにあるかもしれませんが、改めて何か、面白い使い方っていうのは考えられないでしょうか。よろしいですか。次いきますよ。これもですね、ちょっとまだ残りだいぶあるんですが、だいぶ飛ばしていきますが、ユビキタスっていうのが、まあ、アンビエントという言葉の方が最近よく言われるようになってきましたね。アンビエント、物とか場所にコンピューターがくっついて、この環境がですね、人々の暮らしをもっと賢くサポートしてくれるというのがこのユビキタスです。で、まあ一つディスプレイですね、ディスプレイがどこにでもあるというのについても今よく言われています。これなんでかというと、あれですね、フラットパネルディスプレイが今いっぱい作りすぎて売れなくなってきたと。で新しい展開をしようとしているこの電気業界の人たちが、じゃあ何か変な使い方ないだろうかっていうことを一生懸命考えているところがあるみたい。まあ、典型的なこの変な使い方っていうのは、もう天井全部フラットパネルディスプレイにして照明代わりに使ったらどうだと、で代わりに映像も出せるぞと、代わりにってですね、ついでにっていうんですかね、まあ、寝てる時にこの、星空を出すこともできるぞとかいうようなこと言ってますけど、どこまでナンセンスな話でどこまでリアルな話なのかなというのは思うところがあります。まあ、お金さえかければね、そういうのをやろうと思ったらできますが、非常にまあもちろんその初期投資いますし、電気代もかなりかかりますよね。そういう意味でこのちょっとまあ面白い話っていうのとナンセンスな話っていうのは両方入り混じってるかもしれません。さっき そのディスプレイ服につけるって話もですね、これもまあ当たり前のような話だと感じる人もいれば、あれはナンセンスだなと思う人もいるかもしれません。家に何台もディスプレイ使う、まあ、さっき言ったように壁にずらっと並べるとか、天井につけるとかいう話は、ね、割とみんな考えてるみたいです。ただまあどれも話をする分には面白いし、想像する分には面白いけども、実際こう役に立ちそうなものっていうのはなかなか
ないなっていうのが現状でしょうね。最近は 3D、 裸眼の 3D の、大型のディスプレイとかもたくさん出てきますので、そういうののこの面白い使い方というのをぜひ、皆さんに考えていただきたいなと思います。屋外で使うと、こんなの面白いんじゃないですか。動物向けでですね、野良猫対策、カラス対策、庭に 3D のディスプレイ置いておいて、そこでこうなんか野良猫が寄ってきたらわっと虎の絵かなんか出すと 3D でね。で問題はその猫とかカラスにちゃんと立体に見えるかどうかというところが問題ですね。もしかしたら見えてびっくりするかもしれないですけども、全然立体に見えないという可能性もあります。いろんな場所がすごいことになっていると。キッチン、トイレ、風呂、店舗、レストラン、この辺が今このキッチン、スマートキッチンなんかやってるところ、研究室多くて、研究としては非常に一時期流行ったんですけど、今ちょっと下火になりつつありますね。5年後には電柱が情報を発信するというふうに書いてますけど、街角の電柱全てにですね、この情報が発信源になってて、そこからいろんな情報がリアルタイムで発信してされていて、で携帯電話を持ってこう歩いてると、まあ、一歩歩くごとにいろんな情報が入ってくるというような形にはなるだろうと思います。そういうふうになると、まあ、こういう携帯電話を手で持って歩くよりかは、メガネの中に画面があって、この辺にテロップでですね、みたいにしてちょっとした情報が見れるという方が便利になるんじゃないかと思いますが、まあ、そういう世界が来るかどうかというところが、まあ、どっかの企業がですね、うまいビジネスモデルを作ってうまいことやれば当たるんじゃないかなと思います。日本企業かどうかっていうところはわからないですが、あらゆる場所に埋め込めた多数のコンピューターの面白い活用方法を考える。ちょっと先からこういうパターンになって書くの若干面倒くさくなってるかもしれませんけども、まあ部屋の中にたくさんコンピューターあったらですね、一体何に使えるだろうかということについてちょっとコメントしてみてください。実際、まあこれもですね、企業の中では、それから私も講演の中でこういろんなことを喋ってるんですけども、まあどれも、まあ、ありきたりっていうか、茶碗の中にコンピューターがいっぱい入ってて、それでこう味のセンシングして冷めてきたらブーってなるとかですね、ね、面白いようで なんか意味のないようでというところをいろいろ考えている人は多いと思います。で実際携帯電話もそうだったんですね。十数年前、95年ぐらいですけども、こういう小型の携帯端末、通信機能を持った小型の携帯端末っていうのがいろんな可能性があると、これ使って一体どんなことすれば面白いのかというのを、今のこういう状態と同じだと思いますけども、みんな考えたんですが、なかなか面白いようで面白くないっていう話がいっぱいあったんですが、実は今となると、そのなんかほとんどの話が実現されていると思います。で、特にそのスタートになったのが98年に出たiモードっていう、ドコモのiモードっていうやつですね。で携帯電話で、情報サービスっていうのがそこから始まったわけですけども、その前には携帯電話じゃなくてその携帯端末ですね、 PDA で通信機能を持たせて情報配信とかですね、 そういうのも含めていろいろアプローチがありました。でこれも多分こういっぱいいろんなアプローチが出てきて、でいくつかがうまいこと言って、いくつかが残って、で10年後にはなんか、いろんな使い方をしているというふうになってくるんじゃないかなと思います。でうまくいけばこのビジネスで成功してですね、大金持ちになっているっていう人がいるんじゃないかと思いますね。どうやって使うか、これもちょっと省略しますけども、ディスク空間の中にあるたくさんのコンピューターどうやって使うかっていうのは、これは一つの重要な問題なんですね。実際携帯電話っていうのはこうやって使う、これ今は当たり前だと思ってますけども、これは10年前には当たり前じゃなかった、15年前にはもっと当たり前じゃなかった。こうやってこうやるっていうのはね、こんな形に全部なるとは、全部じゃないですね、もう一つはパカンと開けてこうやると
いう、このもうほぼ今2つの形だと思います。で最近出てきたのが、あれですね、iPhone みたいな、こういうタイプですね。で、マルチタッチみたいなのです。で、どういう使い方をするのかっていうのは、これはまだ決まってなくて、この街の、この部屋の中にたくさんのコンピューターどう使うか、これは多分10年後にはいくつかのスタンダードが出てきてると思います。で基本的には、まあ、半感知って書きましたけども、センサーとかでですね、なんかが人が何かするとどうなるというパターンが基本で、多分ちょうどトイレがですね、今そうなってますよね。人がこうすればこうなるというふうにして部屋が賢く機能してくれていると思いますけども、そういうのもうちょっとややこしい版がこの部屋の中で起こるようになるんじゃないかと思います。ちょっとややこしい小細かい話なので省略します。お、真っ白のスライドが、さらに小さくなったコンピューターは自力で空を飛べるようになる。飛ぶコンピューターという名前をつけてるんですけども、モーターバッテリーが進化すると小型の飛行型の、コンピューターというのが出てくるだろう。これ研究でも割と流行ってまして、皆さんの中にも関係される方いらっしゃるかもしれないですけども、こういうの、生活の中で今はほとんど見かけることないですけども、こういうのが出てきてわっとなんかこう暮らしのシーンが変わってくるということも一つ考えられると思います。この辺をヘリコプターみたいなのがいっぱい飛んでて撮影してくれるとかですね、撮影は結構いいと思うんですけどね、いろんなアングルからいろんなうまいことを撮影してくれるというのはもしかしたらうるさいかもしれないですけどね、そこがちょっと技術課題いっぱいあると思いますが、カメラを搭載する、センサーを搭載する、そういうのでこういう必要なシーンで撮影してくれる、あるいは山の中で捜索をしてくれる、まあちょっと多分いろんな環境モニタリングをする、そういうのを使い方があると思います。10年後いびき足す監視機能によりいろんな犯罪がなくなると、IT 社会の問題、これからの問題、こういろいろ書いてみましたけども、実際この街の中に、それから暮らしの中にコンピューターが入り込んでくるといろんな問題が起こってくると思います。今携帯電話でこのいろんな社会問題がと、それから社会問題以外にもですね、犯罪も社会問題ですね、このいろんな問題が起こってきてますけども、それ以上にですね、おそらくこういう暮らしの中に、暮らしの現場でコンピューターが実際にもっと使われるようになってくるというふうになると、問題はたくさん出てくるんじゃないかなと思うわけです。でそういうのはぜひ考えてシステムっていうのは、作るべきだと思います。それから付け足しとして、10年後凶悪犯罪が減るというふうに書いてますが、これの心はですね、子供たちが、家にこもってじっとしているっていうのがなくなってですね、高齢者も家にこもってじっとしているっていうのが減って、まあ街の中で、元気にこの体を使って運動して、健全な肉体と精神が、育まれるというのを想像してこういうようなことを書いています。9、将来の予言を述べよう。これもちょっともうだいぶ私の方で変なことを言いましたが、あと今日配った資料の一つが、近未来の予言というので10個、今日5つぐらい言いましたけども、同じようなこといくつか書いてますが、何年後どうなってるだろうか、5年後10年後どうなってるだろうかというのを何かちょっと想像して、書いてみてください。5年後こうなってる、10年後こうなってる、こういうのを考えることが多分重要なんじゃないかなと。よろしいですか。さあではまとめですが、今日の授業では超小型コンピューターで、人物場所、どういうふうに埋め込まれて使われていくかっていう話をしました。10年ぐらいのスパンで、急激に浸透して人々の暮らしをですねものすごく大きく変えるんじゃないかと
家の話です。その中で新しいビジネスが次々と生まれてくるはずで、これがこう日本からたくさん立ち上がるといいなと思うわけです。ここ十数年日本は非常に良くない、景気も悪かったですし、人々の心もどちらかというとネガティブになって、新しいものが生まれてこなかったですけども、これからちょっと良くなってくるんじゃないかなと思われています。でこの大きなチャンス、ここにこの IT の技術的には大きなチャンスがあるわけです。暮らしの中にコンピューターが入ってくる、ここは非常に創造的な可能性っていうのはたくさんあるわけで、ぜひ実世界の中で使われる新しい IT の、デザインというものを考えてもらいたいというふうに思います。で時代は実際変わっていってですね、 IT は情報処理から生活利用になってきたと、で便利快適安全安心豊か楽しいというような新しい方向に、携帯電話っていうもので象徴されるようにですね、なってきてますが、それがさらに暮らしの中に入ってくる新しい IT、 それをこう想像力でもってこう作り出してほしいというふうに思います。で使い方とコンテンツが鍵なんだけども、使い方がわからないというところがポイントです。でおそらく生活に密着にしたものであって、想像力で何か新しい面白いものを作っていこうという気持ちにですね、まずは皆さんがなることが大事ではないかなと思います。ちょっと最後に回収して皆さんの答えを見せていただきたいんですけども、まあ、まとまと読み上げたいんですけども、最後の、授業全体の感想というのをちょっと1分ぐらい書いてもらって、今日の分ですね、書いてもらって、それを含めてちょっと回収してまた読み上げということで締めくくらせてもらいたいと思います。あと1分ぐらいでお願いします。これなんかうちの学生の電飾部のビデオです。アルスエレクトロニカっていうので発表してきたやつです。これ見ながらちょっと回収していただいていいですか。彼は IPA で、水戸というのを資金を取ってですね、でスーパークリエイターというのを認定されています。ありがとうございます。トイロックは何でしたっけ。トイロック、
世界型ゲーム機についてどう思うか。 Wii が流行したように幅広い世代に受け入れられそう。豊富な情報提供によって人間自身のクリエイティビティが落ちる危険性がある。小さい子供が外で遊ぶのに使うのであれば使いやすさなどが求められると思うが、新しい遊びを提供するのは良いと思う。スポーツ機能をつけたら良いと思う。流行するかもしれないが、外へ出る、あ、すみません、ちょっと字が読めるけどですね、ゲームの新たな形で面白いと思う。あ、ちょっと急にポジティブな感じになってきてますね。思ったより問い6はポジティブな感じでした。 IC タグの面白い活用法を考えよう。ペットの首穴の埋め込み、飼い主の情報を識別する、健康状態のチェックを簡単に、すると。それから、あ、答えられないのがありますね。今なんかもしかしてビジネス考えてたりするんですか。電車とか広告の紙に IC タグが埋め込まれている携帯電話という。思いつかない。所有物すべてにつけると、落とし物でもすぐ所有者がわかる。お札や硬貨につける偽札と区別。問い8、あらゆる場所に埋め込まれた多数のコンピューターの活用法、自宅の情報を把握するセキュリティ火災対策、ポスターを 3D に、これ問い 8? あ、これはあれですね、3D のディスプレイの使い方ですかね。問い8、車との連動、歩行者の持ち物や信号機を認識して事故防止、情報発信、混雑具合や、地域情報の配信。問い9がですね、将来のゲームというのですが、10年後 EV は普及しない。10年後も EV は普及しない。これはなかなかあれですね、関係者も多そうな感じしますけども、もうちょっとこれは議論の必要があるような気がします。10年後、フレキシブルディスプレイ普及。フレキシブルディスプレイっていうのはですね、やっぱり技術的なところでかなり止まってるみたいで、長時間安定してこう使えるようにするのが難しいみたいですね。割とデモで、まあ、半日持つとか、1週間持つというようなフレキシブルディスプレイ、もしかして、あれですか、関係される先生がいらっしゃったら、ぜひ講義の中で聞いてほしいんですけど、今のところはなんかニーズはありそうな気はみんなしてるみたいですけども、技術的なところで止まってみたら、3年後、あらゆる情報処理がリアルタイムのものになる。10年後、世界の貧困は IT 技術で激減する。いい予言ですね。80年後、量子コンピューターが完成し、大学図書館相当量の文献が角砂糖サイズに電子化される。量子コンピューターとそれとも関係ないような気がしますけど、さて、問い10ですけども、普段の授業とは違う視点で面白かった。未来を想像することは答えが楽面白い。Very interesting and explaining speech on web computing. 将来、あ、終わりましたね。マイケル・サンデスの講義を見たことがあるのか気になった。つまり双方向性講義で今最も注目されているコンテンツを抑えているのかである。単なる興味だ。知らないですね。マイケル・サンデスです。新しい技術の利用法を考えるのは難しいと思った。流行にはニーズを読む力が大事だと思った。研究室では素材の研究をすることが多いので、電子材料が実際使用されている例や展望が非常に興味深かった。非常に面白かった。個人的には全面的に同意できない部分はあったが、ポジティブに将来を見据える姿勢は大事だと感じました。想像力はポジティブから、客観性はネガティブな、部分から生まれると思うので、バランスが大事かもしれません。コンピューターの小型化についてその、便利性がよく理解できましたと。
ちょっと全部紹介できませんでしたけども、時間もありますのでこれくらいにしたいと思います。私の感想はですね、若干やりにくかったかなという感じがしますね。人数とかちょっとやり方とか、私の喋り方とかいろんな問題があるのかもしれないんですけども、インタラクティブな授業って今日は無理やりインタラクティビティというのをちょっとやってみましたけども、授業の内容はですね、やっぱりこの新しい IT 社会について、で皆さん材料をやっているということですから、材料の新しい方向性についてはぜひこうポジティブにいろんなことを考えてほしいというふうに思います。でその中で実際の問題点を見つけながら、このあっと驚く材料、あっと驚く材料をぜひ作っていってほしいなというふうに思います。でこのいいものを作れば億万長者になるチャンスもあると思いますし、本当に新しいこれからの暮らしをですね、デザインするということが重要じゃないかなというふうに思います。では、時間ですのでこれで終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。どうしましょう、こんな質問とかは感想をいただいてますけども、もし質問がせっかくの機会ですので、もしもちろん感想で言い尽くしているような部分はあるかもしれませんけど、いかがですか、せっかくの。おそらく先生解説していただいた話していただいた、将来の夢、そういったところですね、そういったところにですね、やはり皆さんやられているようなその材料とかデバイスの研究ですね、実際こういうふうなものを実現しようとした場合にどういうふうな材料であったり、どういうふうなデバイスであったり、であるいはもっとこういうふうに小さくなって、もちろん微細化は進んでいってるわけなんですけども、小さくしていくにあたってですね、こういう技術をブレイクするのが必要だとか、そういう発想もいろいろ生まれてくる。私一つ提案がありまして、はい、皆さん何かいろんな材料を作っておられるんだったら、ぜひ、服にして着るというのはですか、全員こう服にして自分の作ったものを着ると、そういうことをやってみてほしいなと思います。無理なものもありそうな気がしますけど、ね、すいません、どうもです。はい、いかがでしょうか。はい、どうぞ。ウェアラブルに関して前々からすごくな疑問があったんですけども、服にそのデバイスなどをつけるということで、洗濯はどうするんですか。洗濯できるやつって出てくるんでしょうね、きっと。で今実際研究室にいっぱい電子服とかありますけども、洗濯ほとんどしてないと思います。実際着ぐるみとかありますよね、あれは洗濯ほとんどしないらしいですね。専門の業者さんがいて、特殊な方法で洗濯はするということはできるみたいですけども、実際中すごい臭くて大変みたいですね。洗濯ちゃんとできるっていうのは重要な要素だと思いますので、これまだそんなにみんな使ってないんでね、洗濯はやる方法まで考えが及んでないのかもしれないですけども、今後洗濯できるっていうことは重要なキーになっていると思います。ちゃんと洗濯できるようなその電子回路、電子材料、そんなんはこれが本当に広まったときにはね、重要な気象で思いますけどね、ぜひ考えてください。ありがとうございます。いかがでしょうか、よろしいでしょうか。はい、それでは最後にですね、非常に面白いと言ったら怒られるかもしれないですけど、楽しいお話をしていただきました塚本先生に感謝の拍手で本講義を終わりたいと思います。先生どうもありがとうございました。次回はですね、12月6日、本学の材料工学の宇田先生にですね、いわゆる燃料電池関